最初、時間に集まって、こん一応予定、お尻が別に決まってなかったんですよね。うんうん、なので、今日何時までなの誰かお尻、ケツがあんのみたいな話しながら、特に決まってないまま、こんでもこんなにかかるのかっていうぐらい、うん、途中休憩挟んで、<laughs> 数人、タバコ吸いに出たりとかしながら。うん <laughs> でしたね。なんか、小冷やさなきゃっていうのも、こう、ちょっとあったのかもしれないですけど。<laughs> めちゃめちゃガチでしたね、とにかくね。あの、ね,ね、あの、清水監督の癒,癒着疑惑とかがあるといけないので、はっきり言ってます。<laughs> はいはいはい。<laughs> あの、めちゃくちゃガチでしたね。本当にガチで、あの、本当、堀さんとかもどんどん意見を言っていただいて。はい すすごく面白かかったでなんそこで言うとこれは言っていいと思うんですけど最初にどういうふうに決めていくかすら決まってなかったのでまずは5人で良いと思った作品純不動の方もいたしもう僕は1位から5位まで決まってますみたいな人もいたしっていう中で挙げたら全員が重なりつつも1番、2番とか全員違いました。 それはあの今日、受賞された方々、うん、大賞取れなかった悔しいという方もいれば、うん、あの俺はもう大賞取ったんだっていう、ね、もちろん下津監督とに対してどういう風に言っていいか難しいところなんですけど <laughs> 5人ともが違いましたそれくらい、うん、あの見方が違うと言いますか、うん、逆に僕なんか小出さんから、うん、あの質問があるんですけど、うん、清水さんはどうしてこれが一番なのか、うん、<laughs> 理由を聞かれたりとか。<laughs> 問いただされたりでも感覚的なものもあるからこうねうまくおのおのが全部言えないところもあるんですけどでもあ,あこれは分かるあれは分かるみたいなことをやりながら楽しかったしうん楽しかったですね。 僕も堀さんから言われましたよね、はい、どうしてこれが一番なんですかあります、ね、そうですね率直,率直な疑問、ある <laughs> 意味じゃなくて、うん、どこにこうぐっと引き込まれたのかっていうのがすごく知りたくて、うんはい、聞かせていただいたりとか見方がこうみんな違うので、うん、そこを吸収できるっていう面でもすすごくいいい機会だったなと思います堀さん、結構グロテスクなもの好きですもん、ね、大好きです。 で僕は痛いのとか、そういうのがちょっと苦手なんです。そうなんですね。自分の血で失神したことが三回ぐらいある。そう。そうなんですね。実は苦手なんですよ、僕なんか。あ、そうなんですね。全然、はい、大好きなので。はい、これホラーでも系統が違ったり。好きな世界観が違。だから、結局、今回プロの方も、アマチュアの方もということで、絶対プロの人たちの方が、多分。 カメラもプロの方がやってたりとか照明とかも録音状況も良かったりとかするじゃないですか、うん、まあそういう方とそういうアマチュアの方を比べた時に圧倒的なプロの人たちを評価されがちじゃないですか、うん、でもそこじゃないよなと思ったりとかしてて僕自身がそのあのアニメで出てた時に僕一回だけン、あのー、コンテストを出したことあるんですけどもその時に今シさんっていう。うん あのー「パプリカ」という、うん、あのアニメーション、まあ、東京ゴートファーザーズ撮ったりその方が僕の作品をすごい評価してくださったんですよ、えー、めちゃめちゃ評価まだその頃全く誰も評価されない時代に井ののにその方が評価してく,れたくださったんですよね、うん、だから僕選ぶ時にコンサトシさんのようにだからもうクソみたいなアニメでもなんか光るものがあるからそれを評価できるっていうそういう勇気は持とうと思ってあのだからあんまりこう。 絵が綺麗とか物語がしっかりしてるとかそうじゃなくてこの人のどれぐらいこういうところが将来こういうふうに発展するんだろうなっていうことをなんか想像しながら選ぶようにはしたんですよね個人的にもいつもあのこういうそのアマチュアというかの方がいるあの作品を選んだりする機会に僕が割と気にしてるのはえとまずねタイトルが。 えー、つまんなそうなタイトルの作品が多いんですよね、その募集作で、こうやって選ばれてる作品見ると、あなんかいいタイトルの作品がやっぱり残りがちっていうのもで、それは別にタイトルの付け方に、多分監督のセンスとかって結構現れるのかなっていうのが、まあ、一つの視点だったんですけど、今回、あの結構話題になったのは、音ですよねやっぱりその、そね、ホラー映画って、音の取り方がすごくやっぱり、あの実際のその、 プロの作品でも海外の作品でも日本の作品でも音ってすごくホラーってあの比重が高いと思うんですけどその中でやっぱりそのえアマチュアの方の場合やっぱどうしても録音機材とかのえ制限があったりする中でいかにその 音をちゃんと取るか取らないかという、うん、だからそこで有利不利がね出てきちゃうところもありながらもそこをどう加味しながら審査するかみたいな話はこの人は慣れてるからここで賞をあげなくてもとかっていう発想が生まれてきたり <laughs> でもそれは違うんじゃないかっていう話までしたりとかしながらちょっと他のも見たいんだけど見っちゃうとこう不公平なのかなとかなんか。 でもこの人はこうだけど荒削りだけど長編が見たいよねとか初めてでこれはすごいとかニューホープショーの彼なんかはこれ多分一人で撮ってるよねみたいな発想とかこっち側もこうもっといろいろ知りたくなっちゃうっていうのがありましたよねでもあんまりこうバックグラウンドを知らないで作品だけで審査した方が純粋なんじゃないかとか相対評価になっちゃうとそうですねなんか簡易な機材でもただその音にすごくなんか敏感というか鋭敏に 取り組んだ方が多分このホラー対象みたいなものっていうのはポイントなのかなって、うん、あの今後ね続くということもあってあのアドバイスとしては思いますね僕もその、まあ、やっぱり映像とか音とか、まあ、編集だったりとかのクオリティっていうのは、まあ、かなりこうばらつきがあったのは確かだと思っててだからその代わりその,、えー、その作品の元になってるアイディアというか。 アイデアの根っこみたいなものが面白いのがいいなと思ってたんですよね。まあ、例えばあの私に触れたものとかってあのこう目の見えないえ少女がその霊に触れるっていう触れられるっていう作品なんですよ。だからその何んですか元々見えないものじゃないですか霊とかっていうのは。 子が、えー、触覚で霊を感じるっていうその設定がまず面白いなと思ってでしかもあの元、ー、々長編長編にしたいアイディアだったということなんでじゃあこれを長編で膨らまさせたらどうなるんだろうとかなんかそういうところまでこう想像しながら、えー、考えてましたねそうですねグロテスクな作品も好きなんですけどこう心理的にすごく一番怖いなと思うのが こう自分だったりとか人が予測しないものを目にした時にすごく恐怖を感じるのかなと思っててこう想像していない顔を相手がしてきたりとか言葉を言ってきたりとかあの動きをしたりっていう時が一番何か私は怖いなと思ってなのであの父さんとかはあのちょっとこう展開が意外だったというかこう予測しない終わり方だったので。 後味がすごく怖くてゾッとしましたしあのそうですねなんだ一番私がこう生活してて怖いなと思ったのが私が驚いた表情をなんか真,似真似してふざけて驚いた顔をした方がいたんです、ね、目の前で。なんか急に鏡を見たような気分になってすごく怖くてなんかそういう,こうとっさに感じた恐怖みたいなものを今回の作品の中であの感じたものを選ばせていただいたので。 こうじわじわく怖さというか,か衝動的に怖いなと思うものだったりとかっていうのを選びましたニューホープショーでまずあの選んだクローゼットなんですけれども、えっと、クローゼットまあ,あのお話聞いたらやっぱ自撮りで撮ででってるんですよね一、えっと、人で全部撮ってるっていう話で、まあ、自撮りで撮ってるんだろうなと思わせるような映像だったんですけれどもでもなんかそうやって自分の小さなワンルームで、えー、本当に。 このコロナ禍の中で1人で作るしかも、まあ、彼聞いてみたら YouTube チャンネルもやってるっていうのもすごく今っぽいですしで彼自身なんかそのなんか他にもいろいろチャンネルやってるって話聞いてなんか僕ホラーだけじゃなくてすごいなんかコメディとかもやったらすごい面白いもの作るんじゃないかなと思ってあえて僕はだから、えー、クローーーーゼットニューフォープショーに進めさせてもらったんですよねあと僕個人的にすごく実はグッときてまあ賞、まあ、は取ってますけどもからかさは、うん、あの すごく映画を作りたいといと情熱を感じててで僕は制作部だったんで「雨降らし」とかすごく苦労しながらやってたんですよ「北の国から」っていうまあ作品やってたんですけども広大なフラノで雨降らせるって大変なことなんですが雨降らしにあえてチャレンジしているそれに僕はちょっとグッときましたねまあ他も,もちろん他のところの部分も嫌がったんですけどもその雨降らしをあえてチャレンジしようというところとかもなんかすごく。 あのぐっときました、まあ、今回、清水監督が審査委員長ということももちろん影響していると思うしあと、この一連の、えー、ここで上映されるこのあと日以降、えー、カイロと、えー、女優霊とジオンですよね、でまあ、やっぱりその、えー、J ホラーっていうものの磁場みたいなものの強さをやっぱり、えー、応募策を見ていて感じて、まあ、いわゆる J ホラー的なナラティブみたいなものっていうのが、まあ、確立されているので。 僕は意識的にそこから違うものを、あえて、あの、清水監督が審査委員長であることも踏まえつつ、最大限リスペクトを抱きながら、えー、やっぱりその新しいホラーっていう基準で、えー、見て、まあその辺、そこをそういう意味でもやっぱりその、えー、まあ大賞受賞したみんなにサチれアレとかっていうのは、冒頭数分とかは全然、 あの、これからご覧になられるわけですけど、恐ろしい感じはないんですよね。だからそういうその、で、非常にルックが明るいルックで、いわゆるその J ホラーの、えー、くすんだ感じの、あれもあれで怖いし、もしかしたら海外の人が求めているのはそっちの方なのかもしれないんだけど、あえて、ホラーっぽくないっていうか、J ホラーっぽくないけど怖い作品みたいなものを、なんか、えー、優先的に選んだかなっていう気はします。 僕も実は、あの、明日、こちらでやる回路を作られた黒澤清監督が、から声をかけられて、それが監督デビューのきっかけになって、それがたまたまホラーだったことで、20年以上ホラー映画の監督として、なんか引っ張ってきてしまっているんですけど、もともと苦手でしたし、ただ、こう、数々作ってきているだけあって、あの、こういうふうにとって、ああいう感じで、 こういう時にうま思ったよりうまくいかなかったら音楽さえ当てれば怖くなるっていうあらかたの手法は大体分かっちゃうんですね。ああ、ここうまくいかなかったんだろうなとかまで、あらまで見えてしまうところが僕の目にはどうしてもあるので、なるべく音楽で怖がらせようとしてないとか、構図、よくある構図じゃないもの。 あとどうしても多かったのが最後のまとめで辛口になっちゃって申し訳ないんですけど深夜のドラマでよくある短編ミニドラマ世にも奇妙なっぽいとかそういったところからなるべく外れたもの先ほど宇野さんもおっしゃいましたけど自分のっぽいなとか黒沢監督っぽいな鶴田監督っぽいななんかそういうもの新耳袋っぽいなとか なるべくそっちに行かないなんじゃこりゃっていうのを探したい、見つけたいという思いで参加させていただきました。で僕自身もその黒沢監督から言われた最初のっていうのは今みたいに便利じゃなくて編集ソフトアプリすらなかったので自宅にある VHS の2台のデッキをダビング状態で編集してつないだんですね。だから絵もどんどん汚くなるわ、音も荒いしっていうものだったんですけどそこから あの、見出して紹介してく,くださる先輩人がいて、ここまで来ているので、チャンスはどこにでも転がっていると思います。で、ホラーっていうのはやっぱ尖がっているので、怖い、面白いっていうのがあれば、他の細かな繊細なドラマというのがなくても、世界に打って出れる、あの、武器にもなり得るというのを僕も身をもって経験しているので、今後、この、 大が、この審査員がいいな。これがいいですよね。この5人が。で、実はこの映画大賞って、あの、小林プロデューサー、会場にいらっしゃいますけど、が、あの、本当にプロデューサー自身が、これを立ち上げたプロデューサー自身がホラー大好きな方で、えー、僕も急に新聞ゲ座で顔で出くわしたりですね、プライベートで。するくらい本当ホラーが好きな人が始めているので、 え、長続きしてもらえればいいと思いますし、ここからまた、あの、ほんいわゆる J ホラーの第2弾が来たぞ第2のウェーブが来たぞ !14 でもリングでもないのが来たっていう風なものが生まれる場の土壌になればいいなと僕は望んでます。あの、僕らを悔しがらせてほしいなっていう思いで取り組んでいるので、そういった作品が今後も生まれればいいなと思いますし、ま,あ、まずは、あの、 の方々おめでとうございますっていうのと大賞の下津監督引き続きよろしくお願いしますっていうのがはいで応募した作品以上に僕ら審査員を驚かせる作品を作っていただければと思って願っていますはいありがとうございます